アブガルシア、レボ LC6、 ギア比 6.4:1、 最大ライン巻き取り64センチ、最大ドラッグ 5.5キロ、 重さ 166g、今まで島のバッサンマグ30年以上愛用してましたが、ついに2度目のベイトリール購入、早速開けていきたいと思います。結構箱がしっかりしてるな。おお、出た、かっこいいな。メンテナンス用のオイルもついてますね。あれ？あ、ちょっと漏れてる。まあいいや。もうかっこいい。これマグネットブレーキ。でメカニカルブレーキにドラッグ、なんかシャリシャリいってる気がするな。軽いっちゃ軽いけど、まだ馴染んでないのかな。スプールの軽さは、うわすごい軽い。じゃあマグネットブレーキ最強にするとどうなるかな。わあ効くな、効くな。中間ぐらいだと、ああそこそこ軽い、まあ、最弱で使うことはないと思うけど、おお軽い軽い。あでも中間とあんま変わんない気がする。中間も軽い。マックスにするといきなりすごい効いてる。最弱に戻してメカニカルブレーキ、あ硬い、なんかカチッカチッってクリック音みたいなのがする。これじゃあいっぱいに締めるとどうなるか。あ回転数覚えとけばよかった。どうかな。あめっちゃ硬くなる。大体でんで、さっきこんぐらいだったかな。でドラッグはどんな感じなのかな。あドラッグもクリックリッと丸る。でも巻き心地はなんかちょっとすり感があるな。これなんかあれだな、この間店頭でチェックしたプロマックスとか、あと別のメーカーになるけどパスワン XT とかと比べるとなんかシャリ感があるな。スムーズっちゃスムーズ、軽いっちゃ軽いけど、なんかこのシャリ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 いってるような感じがするんだけど、気にしすぎなのかな。これどこから聞こえるのかな、このシャリ感。まあでも今のバスワンマグと比べればこのガチャ付きとか遊びも全然ない、しっかりした感じがする。よしちょっと置いといてこの中を見てみましょう。あなんか書類が出てきた。ああ LV7 と LC6 は取説が共用なんだな。超軽量超超ジュラルミンスプールっていうのはすごいな。
グトラックス、マグネットブレーキ、メカニカルブレーキ、ドラッグ調整法、ルアーキーパーの説明なんかが書いてあります。ああ、ここ一応グリスアップした方がいいのかな。ちょっと後でやってみようと思います。よいしょ、こんな感じだったのと、これがああパーツリストがついてるんだ、ちゃんと。そういえばこれ昔バソンマグ買った時ついてたのかな、捨てちゃったのかな、単純に。全部英語で書いてあるけど、まあ落ち着けば読めるかなと。これいいな、ちょっとメンテナンスとか分解した時とか、これ参考にして冷静にやっていけば大丈夫な気がする。と、もうユーザーズカード、まあ保証書、これ自分で書かなきゃいけないのか。これも後で書こうかなと思います。と、おー、まあそんなにすごいいい大したものでもないのかもしれないけど、こうリール用の袋がついてるのありがたいですね。結構自転車とか電車とかバイクでの移動っていう感じが多いんで、これ袋に入れられると安心ですね。いや、それにしてもかっこいいなこれ。あ、これがルアーキーパーだ。これはまあ別に。あ、意外と硬い、意外と硬い。あ、こうするんだ。まあそんなに使わないかなって思いますけど。ああ、これが何でしたっけ、なんとかリセスドシートフだかなんだか、分割されていることによってスプール位置が下げられるという、強度がどうなんだっていう意見もあるようですが、まああんまり気にしてません。これなんだろう、これこのスイッチ見て、あ、これ開けるやつだ。開けるとどうなってんのかな、ちょっとなくしたり壊したりしそうで怖いな。どうかな、ちょっとあれ、あ、カチッって言った。あ、ちょっとやめとこう、やっぱ怖いから。うわ、しかし軽い。バスアンマグもかなりコンパクトだけど 220g ぐらいあるんだよな。 220g ってそんな特別重いわけじゃないんだけど、多分これ 166g ってもうほんとすごい軽い。うん、軽い。この軽いのがおもちゃっぽいっていう批判をしてる人もいるみたいだけど、まあ、別に軽い分にはいいんじゃないかなっていう。で、自分ずっと今まで右ハンドルを使ってたんで、今回も右ハンドルにしてみました。ね、こうやって左手でこう包み込むようにパーミングするのが好きなんで。で、小さめのクランクベイトとかミノーとか巻くのが好きなんで、まあ右ハンドルでいいかなっていう、今は主流の左ハンドルにする必要はないのかなっていうことで、今回は右ハンドルにしました。あー、これハンドルノブもすげー持ちやすい。あー、バスアンマグってすごいこの狭いんだけど幅が、だから気になっちゃうかなって思ったけど、別に今こうしてる分には気にならないかな。
まあ、近々実際にラインを巻いてちょっとブレーキのセッティングとか試しながら実調してみたいと思います。まあ、いいな。近いうちにバスビート、同じアブガルシアの出してるバス用とバスビートを買いたいなと思ってるんですけど、すごいデザイン的にすごいバッチリハマるんじゃないですかねこれ、うん、絶対かっこいいと思う、うん、まあ、もっと高いの買えよっていう人もいるかもしれないですけど、ちょっと値段とデザインが気に入ってるんで、いずれその組み合わせで釣ってみたいですね。きっと楽しいと思いますよ。はい、以上開封動画でした。